今回、3月の10日に、いよいよもうあと2週、2、3週間ほどで、ガランゲカップが、開催されます。どういう規模感になる予定ですかね。予定ではもう過去最高の大会にしたいなと、テニス界で。まず MC は、ワウワウでもアナウンサーをされている吉崎さんがいらしてくれますし、もうカメラも入るんです。まるでテレビの試合を見てるかのような、クオリティになりますし、審判員の方々もプロフェッショナルの方々が、なんとボランティアでついていただくことになってまして、主審ももちろん、ラインズマンも、つきますし、ボールパーソンはちょっとボランティアで募集をさせていただいて、ちょっとこう若い、形にちょっとやっていただく予定なので、本当全日本選手権にも負けて劣らないような雰囲気の、イベントになってるんで、ぜひ見に来ていただけたらなと。で、見に来れない方ももちろんいるんで、そういう方は概要欄にホームページの方貼っておきます。2000円からチケットで、購入していただくんですけど、それを高画質でライブ配信を見ていただくこともできるので、ぜひ当日足を運んでいただきたいなと。開催というか主催しようと思った理由とかありますか。やっぱたくさんお客さんをやっぱその試合に、自分たちの試合に呼ぶっていうのがやっぱ一番テニス界を盛り上げると思うんですね。やっぱなんでお客さん呼べてないかってやっぱ思った時に、やっぱストーリーがないなって思ったんですね。でやっぱストーリー作れない理由としては、トーナメント制じゃないですか、64ドローあって、はいはいはい、でやっぱ1日で終わるものじゃないんで、やっぱファンのみんながついていきにくいっていうものがあると思うんですよ。だからやっぱ決勝戦と準決勝しか注目されないみたいなだと思うので、やっぱりこうワンマッチ、今回ガランゲカップ組んで、やっぱそのワンマッチにすごいストーリーを組んで、お客さんにどっちが勝つんだろうってやっぱ緊張してほしいんですよね。やっぱ緊張感を持つっていう、どの大会よりもやっぱもう盛り上げてやりましょう。革命を起こしましょう。革命で佐藤翔吾選手と、もう本当に僕たちこう YouTuber
としてやっぱやってて、やっぱ本当賛否あると思います、うん、マジで。けど YouTuber ってなんなんみたいな感じ言われた時はやってて、もう少しだと思うんですよ。これもちろんこれからだと思うんですけど、もう少しだと思うんですよ。だからめっちゃ佐藤翔吾選手に対する思いは強いんですね昔から本当に。いやもう一緒に頑張ってるんで。やっぱり相当言われましたけど、でもやっぱプロの選手も YouTube 結局やり始めたし、今逆に YouTube をやるのが当たり前みたいな。ビジネススクールも YouTube だったりとか。そうですね、そうですね。だから結局、はい、スタンダードになるっていうことを僕らが先にやってただけ、はい、で今回のイベントとかも多分これ第1回で吉田伊織が誰よりも早くやったわけですけど、はい、きっと第2第3の別のガランゲカップっていうのは絶対できると思ってる。あやっぱりこうやって初めてのことをやると賛成と反対みたいな意見はやっぱ絶対出るとは思うんですけど、はい、試合だけじゃなくてどういうイベントになって、どういう風にうまくいくのかいかないのかみたいなのもそこも見ていただけると面白いと思うんで、ワクワクしてきたわね。やばいよね、気合入ってきたわ、ね、皆さんのお金とお時間いただくことになるんですけども、マジでめっちゃ頑張って準備してるんで、賛成してくれる方もちょっと、否定的な方もいらっしゃると思うんですけども、両方の方にぜひ見ていただきたいと思って、よろしくお願いします。皆さんぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。There's no sound.